はい、こんにちは。三宅模型三代目店主、三宅和明と申します。今日はね、サボイヤの第4回目、だいぶ進んでまいりました。完成までもうちょっと、ぜひ見てってください。はい、始まりました。始めました。今日が何本目？4話目です。4話目、来たね。ずんずん来たね。もうね、これすっげー制作にね、正直ね、時間がかかってるのでそう、今もね、なんだ解いて、なんだ、解いて、それでまたクリアかけてみたいな、これのね、結構ね、繰り返しな作業にこれからはなっていくんだけど、今まず剪定のところをね、ある程度クリアでこう保護しておいて、でまたこのペラのところにね、木目塗装やるのに、まあね、ちょっと前回に説明したエナメルのね、濃い茶色を拭いて、薄い茶色を拭いて、で型で傷つけてみたいな作業を今やってますね。はい。で前回3番の時、はい、3番の時はね、まあ、深夜帯だったのもあって2人ともかなりテンション低かったから、うん、ちょっと今日はね、頑張って喋ろうかと思ってますでも前回とね、うん、からはちょっと撮り方が変わってるんですよ。あ、今回からか。前回から。あのね、そう、今までね、前後って早送りでやってたけど、今ちょっとピックアップしたところをね、ちょっとゆっくりめの早送り、まあ、どっちにしても早送りなんだけど、それでやって、今はね、一回白く塗ったやつにピンク色を塗って、それから赤をこれからね、吹き付けていくところの準備してますね。前回全然見やすくなりましたよね。あ、前回からね、うん、ありがとうございます、はい、そうこれね、白の上にね、直接赤吹き付けちゃうとね、ムラが目立つのさ。それで一回ね、ピンクにしてから赤を吹き付けてやると、多少こうムラが分かりにくくなる。やる人はね、白の後に白っぽいピンク吹いて、その後に赤っぽいピンク吹いて、それから赤とかやる、発色も良くなるしね。そういう感じで、赤の下地ってやっぱり、赤ってね、意外と下地に左右されるのさ。それで今は、ピンク吹いた後に赤で、これがまあ、なんだ、劇中でね、カーチスの言うこのなんだ、軽薄な赤、この軽薄な赤はっていうことでね。ただね、アメリカ人の言う軽薄な赤だから、イタリア人にしたら情熱の赤なんだよね。これがまあフェラーリ系の赤で、ちょっとオレンジっぽい赤、ちょっとね、今こうカメラのね感じで、なんかすごいどぎつい赤になっちゃってるけど、カラーバランスでもすごいいい赤が出ました。はい、完成した時にでもちゃんとした色で見ていただければ。はい、でマスキングを剥がすと。この時ドキドキするんだよ、やっぱり吹き込んでないかなとかなんとか、まあ、若干失敗してて修正したところはあるんだけれども、今回は全回しじゃないので、その辺はカットしちゃってねそうでね、やっぱり赤いところにね、その剪定、真っ赤に塗ったところからこう剪定だったりとか、剪定の木目だったりとか、あと羽の認識帯とかね、そういうところの色が出てくると一気にね、こう完成に近づいた気がしてきて、おおっていう風になりますね。これは？あ、今はね、これはね、マスキングテープで、あ、スピナー塗ってなかったのか。それで、今ペラの部分、木目吹いたペラの部分をマスキングして、でスピナーのところを、塗ります。で、まあ、空いた時間ね、乾き待ちとかの時間にちょっと台座の方もね、少しずつ進めとかないと。なんせフロート付きなんでね、床にドンって置いとくわけにいかないから、一応台座もね、ある程度塗りながら、黒の、そうですね、台座なんか別の色にしようと思って、一応黒の下地から立ち上げてやってます。はい、で尾翼のところにね、ちょっと、マークが入る、それを今デカールを貼る。でデカールを貼った後に、そうだな、ね、赤いところも今拭いたままなんで、この後クリア拭いたりとかして、でどんどんまたツヤを出していくんですけれども、まあ、デカールもね、ちょっとずれた状態でのっけといて、これあれか、サンパチティの時に言ったかな、俺結構バシッと決めないで、かなりずれた位置に置いてから、調整するよって。でデカールを貼った後にクリアを吹きつけ、あ、ペラに吹いてるけど、まあ全体的にこれからクリア吹いてるんだけど、デカールもね、クリアの中に入れてしまって、そのね、今の、羽のとこに入ってた黄緑と白はもう色で塗ってあるから、そこもね、マスキングテープでやってるから段差は多少あるので、やっぱりクリア全部拭いて、でその後少しずつ研いでクリア拭いてっていう作業をこれからしていきますね。なんか塗りが多いですね。そうだからね、ほんとどうしようかなと思ってさ、
このもうエアブラシブースの前にしかいないんだもん。あの普通の早回しでやっても、あとエアブラシブースの前にいるか、なんかね、あのこうエアブラシで入ったホコリ研いだりとかでここになってるとこ研いだりとか、そんな作業の繰り返し。それこそパーツ数ね、飛行機は結構少なめなので、まあ一個一個に。でペラがとりあえずここで完成かな。